さあ背番号80番現在はコーチを務めています。現役時代入団当時は背番号59、背番号8選手会長も務めました。右バッターボックス相川亮次、マウンド上青山、キャッチャーは本面キャッチャー石峰、第1球を投げました。直球138キロ、夢の140キロまであと2キロということになりました。1球目ワンボールからマウンド上青山、足を上げて第2球を投げました。ストライク138キロ、ワンボールワンストライクです。2005年のドラフトで、そして2006年ルーキーイヤー、このルーキーイヤーからマウンドに立ち続けて2020年に引退しました。青山が3球目を投げました。変化球カーブか、124キロ、変化球を投じました。こちらスライダー、失礼、スライダーを投じて外に、真骨頂青山コーチ投手のスライダー、これでボールカウント2ボール1ストライクからの4球目を投げました。打ちました。これはセカンドの頭の上を越えていった、セカンドの頭をの上を越えていきました。ベイスターズ在籍通算2割5分9厘はベイスターズ歴代捕手の中ではトップ、相川亮次選手がライト前にボールを運んで、軍配は相川亮次選手の勝利ということになりました。2年連続昨年のリベンジ果たせず、やっぱりね、野球楽しいなって思いました、ね。はい、本当に交流戦という形でね、年に、一度しか対戦もないですから、この、ね、戦いすごい大事になってくると思いますし、まあ、まだまだ巻き返せると思うので、イーグルスには今日もなんとか勝って影響づけてほしいなと思います、はいはい。そして田中投手へ今日どんな投球を期待しましょうか。今日は、ね、天気もいいですしね、どんどんまっすぐで押してもらって、いけるところまで、ね、行ってほしいと思いますね。はい、青山さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。また放送席でお待ちしております。はい、お願いします。はい。